こんにちは、おときゅうです。旭川駅前におりますが、旭川市内は本日大雪でございます。これからちょっと話題性のあるお店に行こうと思っています。そのお店は美瑛にあります。そのため、これから普通列車美瑛行きに乗って美瑛へ向かいます。美瑛は富良野線に乗っていきます。昨年の3月から新車 H100 型で運転されています。ということで、本日は富良野線全区間乗車しましたという動画ではなく、美瑛にあります話題のお店を訪ねる動画です。なんだ列車の動画じゃねえのかよと言わず、最後までお付き合いください。30分少々揺られ、美瑛駅に到着しました。美瑛もかなり雪が降っております。話題のお店は駅から歩いても3分程度ですので近いのですが、あまり雪が降っているとたどり着くまでに雪だるまになってしまいます。はい、美瑛駅を出ました。この時間美瑛駅は有人駅ですので駅員さんがいらっしゃいます。北の大地の入場券の購入も可能でございます。それでは話題のお店まで歩いていきたいと思います。これから訪ねます話題のお店は町にあるスーパー花輪食品です。お店だけ見たらどの町にもあるスーパーマーケットなのですが、ここのオーナーの息子さんがレトロ自販機を購入してきて、この美瑛町でうどんとそばの販売を24時間営業するようになったのです。この昭和の懐かしいレトロ自販機はテレビやネットで取り上げられる機会も多いことから、最近若者を中心に大変人気があり、わざわざ設置されたお店を訪ねて食べに行くちょっとしたブームになっているのです。息子さんは美瑛町で夜遅くまで営業している飲食店がなく、地域の活性化に思いを込めてレトロ自販機の営業を始めたそうです。足元に雪がたっぷりあるため非常に歩きづらいですが、駅を出てから最初の路地にぶつかりました。この信号機のある交差点を右に曲がります。そしてまたしばらく歩きますと左側に出てくるはずです。1分ほど歩きますとセブンイレブンが出てきます。左側にありますので、この交差点で向こうに渡ってしまいましょう。雪が圧雪状態なので、横断歩道は見えませんが、あると信じて渡ります。はい、こちら側に渡りました。もうここからは歩いてすぐです。そこの先に見えている建物が花輪食品になります。事前に息子さんに電話を入れて撮影する許可はいただきました。レトロ自販機はスーパー隣の小屋の中にあるらしく、SNS で確認はしました。とはいえ、実際行ってみないと、どの方角にあるかはわかりません。はい、この建物が花輪食品さんのスーパーの建物になります。今日は歩道に新雪が積もっていたため、歩きづらく、駅から3分ほどかかりましたが、夏でしたら2分もあれば着くと思います。本当に小腹が空いた時、ちょっと寄って食べるのには便利ですよね。もちろん車で来ても駐車場がありますから大丈夫です。はい、花輪食品の看板が出ていますので、この建物で間違いありません。手前に小屋っぽいものがありましたので、あの中でやってるのでしょうか。行って確認します。この小屋は新しいですし、これっぽいですね。違いますね。入り口に看板も出ていませんし、この小屋ではないようです。特にこちらの道路に面したところにも小屋はありませんね。戻ってみます。左側にコカ・コーラのレトロ自販機がありますね。まず花輪食品さんの正面入り口を見つけます。ありました。ここがスーパーの入り口のようです。駅から来ますと建物反対側に入り口があります。さて、この小屋がレトロ販売機のある小屋でしょうか。ドアがマジックガラスになっているので中が見えません。開けてみてみます。ありました。レトロ自販機が置いてあります。懐かしいペプシの自販機もあります。はい、これがレトロ自販機です。昭和生まれの方ですと一度は見たことのある自販機ではないでしょうか。いやー、懐かしいです。機械の右上にちょっと気になる張り紙がしてありました。
私は事前に息子さんに撮影の許可をもらっていますが、わざわざあんな張り紙をするようですから、動画配信者が何か問題を起こしたんでしょうね。購入する前にいろいろ買ってをしてから食べたいと思います。食べた器はここに戻すようです。ちょっとした椅子とテーブルも置いてくれています。小屋の窓越しからスーパーマーケットの店内が見えます。一玉30円で卵が買えるようで、月見そばにもできます。卵はお店に行って買ってくるんでしょうかね。左が箸と薬味が入っている場所です。右が頼んだそば、うどんが出てくる場所です。一応テーブルの方にも箸と薬味は置いてくれています。こちらにも箸は入っていました。それではお金を投入して購入します。なんか出てくるのは楽しみですが、緊張します。今日は天ぷらうどんにします。このカウントダウンする数字がまたレトロです。はい、出てきましたので取り出してみます。あれ、天ぷらがいませんね。どこ行っちゃったんでしょうか。張り紙の説明によりますと、天ぷらはうどんの下にあるようです。はい、ひっくり返して上に持ってきました。いやー、美味しそうです。とても懐かしいです。早速いただきたいと思います。あっという間に食べ終わりました。とても美味しかったです。体も温まりました。箸や薬味の袋はゴミ箱へ捨て、お汁が残っているようでしたらこの缶に捨てます。そして食べ終わった容器は容器入れの方へ置きます。要はあの中身入ってないぞっていうアピールなんですけど、はい、どうしてもあの麺とあのまああの両方ともの汚れどちらがマシかっていう言い方になっちゃうんですけど、油汚れの方がやっぱりあの洗う時に厄介なんですよ。はい、で、まあ、どうしても蓋をパタンと閉めてそこから高速回転するっていう構造上ですね。はい、油多少浮いてくるのもあるんで多少しかないんですけど、はい、つく量を少しでも抑えるためにということでこういった麺を上あの具をしたっていう形で、私いろいろ取ってたのにですね、これを見なかったもんですから私も一瞬あれ天ぷらどこ行ったんだと思いました。いや結構そういう人多いですよ。最初から見とけばよかったですね。これを下ばっかり取ってて、ただあまりあの、ね、こっちの方にばっかり貼っちゃうと今度はあのこういったあのちょっとビジュアル的に美味しいところが隠れちゃうんで、そうですね、であ一応名前か、話してもらってんですけど、あまりこう、なんていうか、ビジュアル的に、外産っていうところに、ちょっと置かせてもらってるんで、やっぱりコンコンで、天ぷらないよみたいな方いるんですか。います。私はね、ちょっと探ってみて、多分下だろうと思ってやったら出てきたんで、あとはそのまま、ちょっとあの吸ってみて、薄いなって方も、それでぐるぐるかき混ぜるっていう文言か。まあ、具崩れちゃうんで、はい、どうしても具を一緒にきれいに取りたいなってことは天地返しするし、ああそうですよね、混ぜてもらうとやっぱりあの、上澄みやっぱりあのタレの方が比重が重たいんで、はい、下に沈んじゃうんですよ、はい、なのである程度混ぜていただいてからすすらないと上が薄くて後から濃くなっちゃうっていうようなパターンもあるんで、そうですよね、いやあのご主人が来てくださってうどんの説明とかもしてくれました。天ぷらが天地返し、しない方がコンコンするそうです。皆さん食べに来たら天ぷら下に沈んでます。
あの起こしてみてください。ガラス叩かなくても、あの下に入ってますからね。ぜひまたあのよろしくお願いします。よかったらそこにもあの書いてるんですけど、月にアップグレードされる方も中にいらっしゃいます。中で卵は買うんでしょうか。そうですね、卵、はい、1個税込みで30円でやってます。あ、30円で良心的ですね、30円は。なのであの卵くださいってあらかじめあの言ってあの買いに来て、あのそれから入れる方もいれば、はい、これを後で見てあのうどんのとかそばの器抱えながら1個くださいって来られる方もいらっしゃるんで、はい、いやもうわざわざオーナーがこう来てくれたんで助かりました。なんかお会いできると思いませんでした。とんでもないです。電話では丁寧にいろいろ教えていただいたんですけど、まさか今日会えると思わなかったんで嬉しいです。ありがとうございます。え、美味しかったですよ。ありがとうございます。皆さんもぜひ来てください。あのこういういいオーナーさんいらっしゃるんで待ってます。え、あの食べた後はぜひお店の中でこう買い物もいろいろ売ってますからね、ぜひ買い物もしてって帰っていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日どうもありがとうございました。すいません、わざわざ来ていただいちゃってありがとうございます。すいません、失礼します。動画投稿とライブ配信をする人への張り紙についても事情を聞きましたが、特にライブ配信者に多いそうですが、他に食べるお客様に配慮のない行動、スシローのペロペロ事件ではありませんが、必要以上の薬味の使用や箸の使用など、たくさんではないそうですが、一部の配信者に迷惑行為が確認されたため、本当はレトロ自販機に余計な張り紙を貼りたくなかったのですが、あったそうです。ここの自販機はレトロ自販機の聖地、相模原の中古タイヤ屋さんの社長が何度も足を運んで、搬送や修理を無償で手掛けてくれて今稼働しているんです。相模原のレトロ自販機はいろんな機械が50台以上並んで私たちを楽しませます。昭和レトロを大事に思っている方の気持ちを末永く大切に守りたいです。駅からも近いですし、また機会があれば来たいと思います。レトロ自販機でうどんやそばを食べるだけでなく、スーパーですから食材が手に入ります。そういう意味ではちょっとした飲食物を買いに来るのもいいと思います。来る時は大雪でしたが、すっかり天気は良くなりました。さあ、美瑛駅に戻って富良野線に乗ります。美瑛駅へ戻ってきました。旭川方面は2番線から出ますので、跨線橋を渡って向こうのホームへ行きます。やりました。先頭車は観光用の81番です。側面のラッピングが違うことと、車内のモケットの色が違うことぐらいで、特に座席の配置や窓の位置などは他の車両と変わらないのですが、ごく当たり前の何両もある標準車に乗るよりはマシです。はい、旭川へ戻ってきました。一応鉄道系 YouTuber ですから、車内の撮影はしときます。観光列車の車内のアコムは、こういう感じの茶色系で構成されています。富良野線では定期普通列車に普通に使われていますので、比較的出会うことは難しくありません。外のラッピングが違いますから、すぐにわかると思います。お体の不自由な方の優先席は、オレンジ色のモケットで変わらないんですよね。現在、この車両が所属する旭川運転所には、80番と81番の2両が観光用で稼働しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。